メアリー・エディ・キダーは、日本に派遣されて定住した、最初の独身の女性選教師である。フェリス女学院の創立者として知られる。1834年に、バーモント州ウィンダム郡のワーズボロという山間の村に、父女にエディ・キダーとキャサリン・ターナーの間に生まれた。メアリーは、地元の小学校で学んだ後、1850年から、タウンシェンド・アカデミー英語部に在籍した。 その間に、改新して、北ワーズボロの改修派協会の一員になった。1852年の秋にサックストンズ、リバーアカデミーの古典部在籍した。キダーは、妹のマルビナと共に、マンソンの町に下宿した。1856年に、母キャサリンが亡くなり、翌年ジョンが再婚した。後の同僚、SR ブラウンが1853年以来、 牧師業の傍ら、教会近くのオーバンのスプリングサイドで、男子校を経営していた。キダーはこの学校の教師になり、ブラウンの教会の会員になった。キダーが着任して、2年後、1859年ブラウンは、マリア・マニオンとキャリー・アドリアンスの二人を伴い、日本選挙に旅立った。キダーは一行を、ニューヨーク校に見送った。1860年秋から、キダーは、 ニュージャージー州オレンジ女学校で教え始めたが、翌年閉校になる。しかし、数人に生徒を集めて、オレンジに2年間泊まった。1860年に妹に、オレンジの学校を譲り、キダは、ブルックリンのミスラニーの学校で教え始めた。1867年、33歳の時、 キダーはブラウンから一時帰国の知らせを受け、日本選挙に志願するように誘いを受けた。そして、1869年2月に、アメリカオランダ改革派協会海外伝道局の、ジョン・メイソン・フェリスの面接を受けて、ブラウンらの推薦により、日本の選挙士に任命された。そして、1869年に、オランダ改革派の選挙士として、ブラウン夫妻と共に来日した。 新潟で一年を過ごした後、1870年に横浜の居留地に着いた。その後、多忙だったヘボン塾で英語を教えていた妻クララヘボンから生徒を引き継ぎ、ヘボンの施領所で授業を始めた。1872年へ、ボン夫妻が上海での長期出張から戻ったのをきっかけに、神奈川県令大江田区の助力で、 野下さんの県庁舎の一部として建てられた日本家屋に塾を移した。1874年には山手178番地のアメリカ伝動局の資金で校舎を建設を開始し、アイザック・フェリス・セミナリーという名称になった。1873年に結婚した長老派遣教師、エドワード・ローゼ・エミラー1873年7月10日に、 エドワード老ーゼーミラーと結婚する。1875年に校舎と寄宿舎が完成すると、夫妻は学校に転居した。1879年5月メアリーは来日10周年を迎えて、初めての歯科休暇を得て、アメリカに夫婦で帰国した。ミラー夫妻はフィラデルフィア郊外のミラーの妹宅を拠点に、全米各地を訪ねて1年半をアメリカで過ごした。 1880年12月にニューヨーク校を出校して、1881年4月、ヨーロッパ経由で横浜校に帰着した。2年ぶりに戻ると、フェリスセミナリーが普通の学校に変貌したことに、メアリーはショックを受けた。一時は、先、志学校に校舎を譲ることを真剣に考えた。そこで、友人ーーブース夫妻を招聘し、 ブンスに工事を託して、フェリスセミナリーの経営から離れた。1881年7月ミッション選挙拠点の東京ステーションに戻り、築地居留地20番のスコットランド一致長老協会選挙士官に転居した。ミラーは東京一致新学校の教授に就任して、メアリーは工事町協会と下屋協会の日曜学校を受け持ち。 両国協会の三浦徹る牧師と協力して、月刊誌、機能との編集を始めた。ミラー夫妻は1882年に、築地居留地29番に、壮大な洋館を建てて、伝道活動を行うことになった1883年4月16日の、第2回宣教師大会で、メアリーは、文化会で、女性と、教育と題する講演を行った。 1884年に、ミラーが、東京一致新学校の教授を辞任して、直接伝道に、多くの時間を割くようになった。1884年初めには、上州高崎を訪問し、11月には、高知を訪問して1ヶ月半滞在した。1885年、ミラー夫妻が高知を訪問した時に、高知協会が誕生した。ミラーが、 初代仮牧師に選ばれ、2ヶ月高知に泊まった1886年1月には3度目に、高知を訪問し、長老、片岡健吉の紹介で民家に4月半ばまで来、いました。米国南長老協会のグリナント RE マカルピンに工事を託して、高知伝道に区切りをつけた。その後仙台に行き、押川正義の伝道を応援した。 1886年4月に、東京一致新学校、東京一致英和学校、英和予備校の3校が、合同選挙支援会で決定され、明治学院として開校したその時、ミラーが再び新学部講師になった。1887年に、ミラーが肺炎にかかり、回復後に、主治医の勧めで、北海道に約2ヶ月間出かけた。 札幌では、スミス女学校の開校式に出席した。その場には、新島城、80夫妻も出席していた。夫妻が東京に戻り1ヶ月後に、仙台の押川正義が訪ねてきて、東北の拠点である森岡に伝道を要請した。メアリーは、三浦と出版している、喜びの音の出版を続けたかったので反対した。 しかし、押川が三浦徹を説得して、ミラー夫妻と三浦一家が森岡へ赴任することになった。1888年6月から、ミラー夫妻は森岡に着任する。メアリーは、喜びの音、小崎音の雑誌発行を続けながら、夫のバイブルクラス、英語クラスを手伝った。翌年、1889年7月には35人の、 信徒と集会を持つようになった。1892年5月、ミラー夫妻は二度目の休暇でアメリカに帰国した。1893年12月に森岡に戻り、牧師館、宣教師館の建設に取り掛かり、1894年2月に完成した。1900年メアリーは体調の不調を訴えて、東京の清露科病院で検診を行った。 その結果、乳がんが発覚して、手術を受けた。その後、療養のために1902年に東京に戻る。1904年に夫婦で三度目の帰国をする。1906年に日本に戻ると、日本永住のために、麹町区平川町に洋館を建てて住むことになった。1909年、選挙開始50年記念会が、 外国選挙団と日本人協会の協会で開かれた。ミラー夫妻は記念会の実行委員長として奉仕した。メアリーは10月7日の婦人会の部に招待を受けた。1910年6月25日にメアリーは平川町の自宅で76歳で亡くなった。東京ソメイ墓地に埋葬されたが、現在の墓は、 横浜外国人墓地にある。ABC メアリー・エディ・キダー・ミラー・ファインドエグレーブ・メモリアル。2012年9月21日閲覧。創設者メアリー・キダー。学校法人フェリス女学院。2021年5月20日閲覧。ありがとうございます。